マリア・アンナ・フォン・アンハルト・デッサウは、ドイツのアンハルト公、レオポルト四世の娘で、プロイセン王子、フリードリヒ・カールの妻。アンハルト・デッサウ公、レオポルト四世とその妻で、プロイセン王子、ルートビヒの娘である、フリーデリケの間の末娘として生まれた。1854年11月29日、母方のまいとこにあたるプロイセンのフリードリヒ・カール、王子と結婚したが、 結婚生活は不幸であった。夫のフリードリヒカールは、妻が立て続きに女の子ばかり産むことに腹を立て、四女ルイーゼ・マルガレーテが誕生した際は、息子を産まないマリア・アンナを殴ったと言われる。また、夫が子供たちに強圧的な態度を取ることが許せず、ビルヘルム一世に離婚を申し立てたこともあるという。1885年に、夫と死別すると、 マリアアンナは自分に仕える自重のバーゲンハイム大尉と密かに再婚したと噂された。マリアアンナは1906年にフリードリヒスローダで亡くなった。夫、フリードリヒカールとの間に一難4条を設けた。ありがとうございます。